Yeah!
前のケーキの上キャンドルが
ありがとうございます。
はい、埼玉県から来ました小島春子と小島春菜です。ありがとうございます。東京公演最後なんですけど、いっぱいこちらからこちらまで可愛いオーラを出して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、東京公演ラストもちっちゃくたって大丈夫、ブーイ高橋みなみです。ありがとうございます。はい、ラストも張り切って頑張っていきます。よろしくお願いします。皆さん元気ですか？ありがとうございます。15歳の前田敦子です。ありがとうございます。東京公演ラストということでめっちゃ頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、ともちんこと平野智美です。ありがとうございます。東京が今日の最後ということで張り切っていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はーい、大分県出身方エクボーチャームポイント、ちなみに得意料理は皆さんのご一緒にあったかいお味噌汁、リナティンこと中西リナ18歳です。ありがとうございます。ありがとうございます。東京公演ラストということで、今日この公演を大分の家族は見に来れなかったので、ここからパワーが伝わるように一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。はい、動物に例えるとライオンの戸島花です。ありがとうございます。ガオー、ありがとうございます。もうこのコンサートツアーはとても緊張して、もう緊張してたんですけど、でも皆さんとこうやって会うことができてとても嬉しいです。1階の方も2階の方もがっつり見に行ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。イエーイ。はーい、皆さん元気ですか？ありがとうございます。みんなすごい飛び跳ねてて、ステージにいるメンバーも飛び跳ねてるんでいいんですよ、やらなくて。すごく嬉しいです。みんなと一つの心になれたことがすごく嬉しいです。今日のこの公演は東京公演最後ですが、皆さんとの一体感を大切にして、私もこれから成長していきたいと思います。今日は力の限り頑張ります。よろしくお願いします。はーい、皆さん元気ですか？はい、気分上々、いつでもどこでも Yes or Yes。 はい、とっても皆さん元気ですね。はい、よかった。私も今日の夜公演、東京ではラストだけども精一杯力を出し切って頑張ります。よろしくお願いします。はい、中学2年生の平島なつみです。ありがとうございます。はい、いつものステージより、ここのステージはとっても広いので、それでも皆さんの目がついつい私に行ってしまうように、今日の公演は一生懸命頑張りなっちゃんで頑張るので、応援よろしくお願いします。見てよ、すごいよ。お花も結
きもすごいね。あ、マリクさんの好きな の好きな、とっとこハム太郎、ハム太郎がねえ、年がいもなくって思ってる方もいらっしゃるじゃないですかいやでもめちゃめちゃ嬉しいです。マリコ、これからの抱負とか、え、これからの抱負とか聞いちゃってもいいかな。そうですね、19歳になった抱負ですよね嬉しいえっとですね、去年の20歳はもう毎日がすごい濃ゆすぎて、何が何だかわからないままこの日を迎えてしまったので、21歳はこうしたなとか自分で思い出せるようなすごい内容の熱い一日一日を大切にして頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。皆さん本当にありがとうございました。おめでとう。ありがとうございます。はい、魅惑のポーカーフェイス、篠田麻里子です。ありがとうございます。まさか皆さんからのサプライズがあるとは思ってませんでびっくりしました。今日は東京公演最後ということで楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、夢見るスター星野みちるです。ありがとうございます。今日はマリシャの誕生日おめでとう。ありがとう、ね、こんないいとこで祝ってもらえてね、いや嬉しいです今日は一曲一曲噛み締めて歌いたいと思います。よろしくお願いします。はい、学業から解放されました18歳の大島優子です。はい、1階の皆さんはこう立って一緒にノリノリでやってくれるんですけど、2階の皆さん、なんで座ってるんですか？もっと恥ずかしがらずに一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。ということで一番熱い東京にしたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はーい、行きます。北海道から沖縄まで全国各地に愛を届ける愛のメッセンジャー、まいまいこと大島まいです。ありがとうございます。ですね、皆さんにまいの姿は見えてますか？見えてるって。皆さんの笑顔を一人でも多く見れるように一生懸命頑張っていきますので、皆さんも最後の最後まで一緒に盛り上がっていきまーす。ジョイ！ありがとうございます。はーい、はっきりくっきりベビーフェイスの16歳の成田梨沙です。ありがとうございます。今日は東京公演最後ということなんですけど、たくさん汗をかいて皆さんで一緒に楽しみたいと思います。今日も一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、 AKB48 のおしゃれ番長、渡辺志保19歳です。ありがとうございます。今日は東京公演ラスト、そしてマリコ様のハッピーバースデーということで素敵な日にしましょう。よろしくお願いします。マリちゃん、お誕生日おめでとう。ありがとう、ひーちゃん。そしてひーはいっぱいパワーを出して頑張ります。小渡りひーちゃんです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、1階の皆さんも2階の皆さんもご一緒に、せーの、 TAKABAと言えば。今日はですね、こんな大勢の方に高田って叫ばれて本当に
最高の夕方にしたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、みんなどこ見てるのかな。ありがとうございます。1階の皆さんも2階の皆さんもかなのことちゃんと見ててくれてるかな。ありがとうございます。かなこと小林かなです。はい、私はこの、東京公演最後ということで、東京にいい思い出を作りたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、皆さん乗ってるかい。ありがとうございます。ノンティーこと野呂佳代です。はい、今日は最高にいい思い出にしたいと思いますので、皆さん一緒に乗ってください。よろしくお願いします。イエーイ。はーい。せーの、1です。2は、エヌナッチ。はい、わらつのティーンガイベル、エヌナッチこと、佐藤なつきです。よろしくお願いします。はい。ですね、東京公演ラストということで、今まで以上に一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。イエーイ。はい。強く気高く美しく18歳のさやかこと秋元さやかです。ありがとうございます。今日はこの厚生年金会館を揺れ動かし皆さんの心を動かすステージにしたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。2階席の皆さん、さやのキラキラの衣装見えてますか。1階席の皆さんは見たくなくても見てください。はい、チーム K の元気の源、元気くこと16歳の宮田さんです。はい、今日はどこのステージを走っても皆さんの目が私に行くように一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。はい、笑顔ニコニコ、元気ボリボリ、たこ焼きめっちゃ好きやねん。大阪魂炸裂の15歳、松田ゆかです。よろしくお願いします。今日のこのステージは太陽以上に輝きたいと思います。今日もみんな盛り上がっていくでー。はい、いつも元気の13歳エレピョンことノイラです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、東京公演最後ということでメンバーのみんなもそしてファンの皆さんも悔いの残らないように盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。今日は1階席の皆さんから2階席の皆さんまでこの会場にいる全ての人たちをシャイニングワールドに連れて行きたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はーい、1階席の皆さんと2階席の皆さんのハートをツンツクツン。セクシーちゃんとメイちゃんこと大堀めぐみです。ありがとうございます。今日は皆さんと、素敵な時間を過ごせるように、皆さん楽しみましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、皆さんこんばんは。最年少の奥間奈美です。よろしくお願いします。はい、東京公演最後ということで最高のステージにしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、以上 AKB48 チーム A チーム K 総勢33名で元気いっぱいにお送りします。春のちょっとだけ全国ツアーまだまだだぜ AKB48。 タイトルにもあるように私たちはまだまだですが、今できることを精一杯出し切って、そして今日は東京公演ラストなので、昨日の公演よりもお昼の公演よりもみんなで力を合わせて一生懸命頑張ります。皆さん今日は最後まで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。
してちょうだい。寂しさは気にかないもの。Yeah.
コンサートツアー2日目なんですけど、普段は250人でいっぱいになる劇場でやってるんですけど、はい、今日はこんな大きいステージにこんな可愛いセットで、うん、こんないっぱいのお客さんと一緒に歌って踊っていい汗をかけるっていうのはほんまに幸せなことだと思います。そうだね、ありがとうございます。そうだな、ほんまやな。こんなにね大勢いるっていうことは AKB のことあんまり知らないって方、本当ですか？多いな多いな。じゃあ分かりました。ここで A と K の違い、そしてその魅力を皆さんと一緒に、そしてメンバーと一緒に探っていきたいと思います。はいはい。お、1のあれがあるよ、鍵があるんだ。そう、キーワードだな。お菓子で例えると、うん、チーム A さんはマシュマロで、チーム K はポップコーン。あー、わかりますね、なんとなくね。え、なんで？なんか待って、なんか、あれ何？チーム A がマシュマロなの？そうだよ。N さ、マシュマロ好きなの？うん。普通さ、ほら、ねえ、わかる？あ、でも、チーム K にいる限りそれは無理。しかもエリナあれじゃん、エリナいつも元気なって言ってるじゃん。そうだよ、やっぱその時点でもチーム系なんだよ君。ポップコーンなっちゃえ。ポップコーン、エリナはポップコーン、ポップコーン好きでしょ。うん。でもマシュマロポップコーン、じゃあ分かった、イチゴポップコーンにしよう。それいい、うん、イチゴ、なんでイチゴが出てきたの？イチゴ好きだからだよ。まあいいや。そうだよ。なあさ、うん、なんだかんだ言ってさ、チーム系はレッスン場にレッスン着のまま来るじゃん。この前も言った。だってみんなが何の反応もしてくれなかったから、うん、聞こえてないのかなって思った。そんなに言わなくていいよ。もう言わないでいいから。だってレッスン着ってことはジャージでしょ。そうだよ。え、かっこいいじゃん。まあね、ジャージ投稿ね、まあかわいいよね。でもなんかそれがなんか逆にチーム系らしさかなって感じもするんだけど、なんかチーム A の魅力はいつも落ち着いてる、冷静。なんか時間がなくて、ドタバタしてる時に、うん、うちらは絶対なんとかしてなんとか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 。でもチームいつもそわわーんってしてんの。いつもなんかおっとりしてるの。あ、それって天然じゃなくて？天然とかじゃなくて、うん、なんか天然なのかな。チーム K は余計な動きが多いってこと？違う違う違う、なんでそんなみんな否定的なのかな。いい意味で捉えようよ。うん、はい。だって、うん、まあ忙しくても忙しくしたいんだよね。そうよだよ、はい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 、はい、はい、何ですか？ちょっと手挙げてみただけ。何それ。皆さん後ろのセットを見てください。ダダダダン。おー、いいでしょ。遊園地みたいだね。遊園地なんだよ、すごい。観覧車とかお城とか、すげー、すごい可愛い。チーム A はさやかはメリーゴーランドだと思うんですよ、うんうん、でチーム K はジェットコースターだと思うんですね。ほら、すごい、皆さん見えましたか？後ろこれシューって、すごいね。やっぱりチーム A とチーム K は、それぞれ違うんですけれども、やっぱりその良さがすごい2つ一緒になってもっともっといいものを生み出してるなと思って、遊園地もメリーゴーランドみたいにすごい可愛いのもあればジェットコースターもあって、それがすごい楽しみを生んでると思うんですよ。だからもっともっといいものになると思う。そうやな、いいね。はい、そんな魅力満載の私たち AKB48 ですが、ここからは各ユニットが登場してきます。ちなみに、あのね、そうやな、ファンの皆さんの楽しみがなくなっちゃうでしょ。それじゃあどんなユニットが登場するかなって楽しみしてる人がいるんだから。そうだね、ごめん、楽しみにしていてください。ずいぶん一人だね。はい、皆さんどんなユニットが登場するか楽しみにしていてください。